ちは運命共同体、川の流れに身を任せ、皆さんを受けるところでご案内いたします。まあ、今回の旅の日程3週間予定しておりますが、たまに3年に延びることもあります。ご家族の方、連絡取りたいという方は今のうちにご連絡はお願いいたします。まあ、ちなみになんですが、今日日本から来たよという人どれぐらいいますかね。日本から来たよという人、ジャングルまでようこそお越しくださいました。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。私はナイル号の船長、川口です。冒険に出発する準備はできていますか？はい。ジャングルには危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ。何があった時にはきっとこのお守りが私たちを助けてくれることでしょう。信じてませんね。私も半信半疑です。それでは行きましょう。出発。さあ、まずやってきたのは雨の森です。あちらに見えるのはウォルフォット、世界最大級の蝶だと言われています。とっても大きいでしょう。あ、このジャングルにワニの全部で何匹いるか数えてみてください。正解の方にはワニ同様の楽しいジャングルの旅、片道切符をプレゼント。これワニたちにとっても美味しい話なんだそうです。お、あれはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳、彼ら視力があんまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。では左のゾウさんにパオンと言って挨拶しましょう。せーの、パオン。ちゃんと答えてくれました。もっと驚いて、お父さん一緒に、びっくりした。まあ、突然ですが、本日あちらのバナナお買い求めいただきますと、生きたワニがついてきます。ちょっとスリリングなお役に対決です。お子さんにいかがですか？見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージをしてもらっています。ジャングルは暖かいところですね。おや、探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。あー、それどころではなさそうですね。あ、でもお尻を振ってますね。あれはジャングル語で知りませんという意味です。皆さん明日使ってみてください。多分通じないと思います。お、突然ですがジャングルにらめっこ大会の時間です。対戦相手あちら、ワニの兄弟スマイリーブラザーズ。それではにらめっこスタート。はい、ワニさんの負け。スマイル兄弟というだけあって今日も連載記録楽しみです。私このジャングルについて知らないことありません。どこにどんな木が生えていて、中に何かと、入ってきてしまいました。カバの池です。カバという動物、人懐っこそうに見えて実はものすごく凶暴なんですよ。え、そんなの信じられない。いやいや、よく聞いてください。危険な音楽さえ聞こえてくる気がしませんか？聞こえますか？あれは先住民たちです。先住学校で習ったんですが、先住民と仲良くするためには動物の真似をすることです。ではこっち半分の皆さんはゾウさんの真似をしてください。あ、こっち半分の皆さんはハリネズミでお願いします。あ、こうかな。
さあ、これから滝の裏側に入っていきます。ということで、恒例の滝の裏側などなど、滝の水が目に入った時に散る動きは、一体ここどこなんでしょう。この神殿、もしかしたらジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。あ、そうだ、私たちにはこのお守りがあったんだ。何かあればこのお守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。もしかしてジャングルの守り神、みんなでパオーンと言って答えましょう。せーの、パオーン。あそこも見てください。してくれていますよ。さあ、私たちもリズムに合わせて手拍子。